こんにちは、柴田です。今回はバッカスのクラフトシリーズのテレキャスタイプをご紹介いたします。これね、まずお伝えしたいのがめちゃめちゃ鳴りがいいです。鳴らしてね、本当に驚きました。もうかなりいいです。これはね、どういったシリーズかというと、このバッカスの中で一番上位の機種がハンドメイドシリーズで、その下のクラフトシリーズっていうのがこちらになります。メイドインジャパンで飛鳥工場で組まれているギターになります。飛鳥工場というと百瀬が有名ですよね。そのクラフトシリーズの中でもこれはね、セミオーダーになるのかな。通常のレギュラーのタクティクスシリーズとはちょっと異なっていて、ボディとかね、軸になっているのはタクティクスのシリーズなんですけれども、ネックがね、まず大きな違いがあります。ヘッドの形状も違うし、ロゴもね、通常のものとは違います。非常にフェンダー社に寄せてますよね。そしてね、これね、V になってるんですよ。太めのネックなんだけど V になっていて、非常にフィット感がいいです。フェンダーのクラプトンモデルもね、 V になってたりするんですけれども、クラプトンモデルは薄めのネックで V になってるんですが、これはね、結構太めで V になっています。ボディはオイルフィニッシュで、木目がね、綺麗に出ててね、かっこいいです。ご覧ください、この綺麗な木目、どうですか。そしてプレートはこちら、メイドインジャパンとなっております。そしてピックアップはシングルとハムが乗っておりまして、このね、バランスが非常にいいです。フロントのハムはですね、結構ね、弱めなんですよ。このね、弱々しいハムバッカーがね、結構ね、絶妙にね、合うんですよ。個人的にはセンターにした時の音がね、一番好きでした。羽感があって、でも突き刺すようなテレキャスの邪気も効いている。本当にね、なんかね、弾いてて楽しくなるんですよね。あんまり歪ませずに、まあナチュラル系の音で鳴らしたり、若干オーバードライブをかけたり、限りなく素材をこう楽しめるようなサウンドを鳴らしたくなるようなテレキャスタータイプです。正直ね、バッカスがね、こんなにいいっていうのはね、僕ね、ほんと知らなくて、これ鳴らした時はね、ほんと衝撃でしたね。この後ね、音を鳴らしていきます。Thank you.